エイドリアン・ゴンザレスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の元プロ野球選手、左投げ左打。愛称は、高校時代には、イーストレイクタイタンと呼称され、サンディエゴパドレス時代に、パドレスのスペイン語解説者が、スペイン風にアレンジしたエル・ティタン。両親は共に、メキシコ人であり、ゴンザレス自身は、アメリカ合衆国とメキシコの二重国籍保持者である。兄は、エドガー・ゴンザレスで、2008年からの2年間は、パドレスで共にプレーした、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴで1982年、メキシコ人の両親の間に生まれる。父はエアコン会社を経営する、実業家で、若い時には、メキシコのナショナルチームで一塁手として活躍した人物でもあった。父の仕事の関係で、2歳の時に、一家で国境を越えて、メキシコ合衆国バハカリフォルニア州、ティフアナに移住。4から5歳になった頃、父や2人の兄の影響から野球を始める。10年ほどのメキシコ暮らしの後に、一家はサンディエゴに戻り、ゴンザレスはイーストレイク高等学校に進学する。2000年初め、ベースボールアメリカ誌の高校生有望株ランキングで、ゴンザレスは100人中26位にランクインされ、その後打率。645.13 本塁打、34打点を記録したことで注目されるようになる。2000年の MLB ドラフトで1巡目全体1位で、フロリダマーリンズから指名を受けた。過去に高校生野手で全体1位指名を受けた選手には、ケン・グリフィー・ジュニアやチッパー・ジョーンズ、アレックス・ロドリゲスなど後の MVP 受賞経験者が並んでおり、当時からゴンザレスが、どれほどの高評価を得ていたかがわかる。ゴンザレスは、マネーの心配は一切しなかった。一巡目の、それもトップで指名されたのだから、それだけで十分だったとマーリンズから提示された条件は度外視し、指名から1日後の6月6日に契約金300万ドルで入団を決めた。同年からマーリンズ傘下のマイナーリーグで試合に出場。2001年には、A級。ケーンカウンティクーガーズで17本塁打、103打点を記録し、ミッドウェストリーグ MVP に選出された。2002年も AA 級ポートランドで17本塁打、96打点を記録。しかしシーズン終了後の12月に手首の手術を受けたため評価を下げることとなる。また、当時、マーリンズの一塁にはデレク・リーがいた。2003年7月11日。テキサスレンジャーズにトレードで移籍した。2004年のシーズン開幕前に発表されたベースボールアメリカ誌の有望株ランキングでゴンザレスはレンジャーズ傘下での最高評価を受け、その期待に応えるように2004年4月18日にメジャーデビュー。しかしレンジャーズの一塁にはマーク・テシェイラがいたため、ゴンザレスの出場機会は限られていた。2006年1月6日にゴンザレスはクリス・ヤング、ターメル・スレッジと共にトレードでサンディエゴパドレスに移籍。パドレスが放出したのがビリー・キリアン、アダム・イートン、大塚明則といった3選手を放出したのに対し、レンジャーズの出した交換相手は若手主体だった。開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのメキシコ代表に選出された。同大会では全6試合中5試合に出場した。シーズンでは控えの一塁手だった。しかし、レギュラーで起用される予定だったライアン・クレスコが、左肩の故障で離脱したため、開幕から主軸として起用されることになった。4月3日の開幕戦には5番、一塁で先発出場。その後も出場を続け、月間打率は4月が256、5月が244と低迷したが、6月6日から6月26日に、かけて17試合連続安打を記録し復調。打者に極めて不利とされるペトコパークを本拠地球場にしているにもかかわらず、最終的にはシーズン通算で打率 304.24 本塁打、82打点の成績を記録し、チーム2冠王に輝いた。この活躍を受けてパドレスは2007年開幕直前の4月1日に、ゴンザレスとの契約を2010年まで4年総額950万ドルで延長している。開幕からクリーンアップで起用されたゴンザレスはシーズン全162試合が終了した時点で打率 279.29 本塁打96打点という成績を残した。本来ならこの時点でレギュラーシーズン終了だが、この年はポストシーズン進出を争っていたパドレスとコロラドロッキーズが同率で並んでいたために1ゲームプレーオフが開催されることに、チームは8から9で敗れてポストシーズン進出を逃したものの、成績がレギュラーシーズンに含まれるこの試合でゴンザレスは満塁本塁打を含む3安打を放ち、滑り込みで成績を30本塁打、100打点の大台に乗せた。30本塁打到達はペトコパーク移転後のパドレスでは史上初だった。2008年は全162試合に出場し、打率 279.36 本塁打、119打点、オプス871と成績を伸ばした。7月にはオールスター初選出、初出場を果たし、シーズン終了後にはゴールドグラブ賞も初受賞。エースのジェイク・ピービーの故障離脱、声優劇手のカリル・グリーンの不振、さらにチームも地区最下位に沈んだ中で活躍した。2009年開幕前の3月に開催された第2回 WBC のメキシコ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。シーズンでは160試合に出場し、打率 277、40本塁打、99打点、オプス958を記録。昨年同様チームは低迷したが、成績はキャリアハイを記録し、2年連続のオールスター出場、リーグトップの119四球を記録した。オフにゴールドグラブを獲得した。2010年も30本塁打、100打点をクリアするなど、貧打に苦しむチームの中で、孤軍奮闘の活躍を見せた。パドレスは、シーズン最終戦で、ジャイアンツに敗れて、プレーオフ進出を逃した。2010年12月6日に、ケイシー・ケリーらマイナー有望株3名と後日、発表選手1名の合計4選手とのトレードで、ボストンレッドソックスに移籍し、7年契約、年俸総額1億5400万ドルで合意した。2011年は、極端な打者不利とされている、ペトコパークから打者有利と言われる、フェンウェイパークに本拠地が移ったこともあり、打率338、27本塁打、117打点の成績を残し、打率と打点は自己最高の数字であった。年間を通して打線の核として働いたが、チームは9月以降大失速し、プレーオフ進出も逃す結果になった。2012年はオールスター終了時点で5本塁打、37打点と物足りない数字であったが、オールスター以降は好調を維持していた。しかしチームは前年以上に低迷し、ゴンザレス自身もこの年から監督に就任した、ボビー・バレンタインとの確執が噂されていた。2012年8月25日、ジョシュ・ベケット、カール・クロフォード、ニック・プントと金銭と共に、ジェームズ・ローニー、イバン・デヘスース、アレン・ウェブスターとのトレードで、ロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。ドジャースからはさらに後日発表予定の2人の選手が移籍した。2013年開幕前の3月に開催された第3回 WBC のメキシコ代表に選出され、3大会連続3度目の選出を果たした。シーズンでは157試合に出場し、打率 293.22 本塁打、100打点という成績を記録。4年連続で100打点以上をマークし、本塁打は2年ぶりに20本を超えた。2014年は2年ぶりとなる159試合に出場し、打率 276.27 本塁打、116打点という打撃成績をマーク。シーズン終盤にマイアミマーリンズのジャンカルロス・タントンが死球で故障離脱したことにより逆転して自身初の個人タイトルとなる打点王に輝いた。打率はレギュラー定着後で最低の数値だった。ナショナルリーグでは初めてシルバースラッガー賞を一塁手部門で受賞した。2015年は開幕3試合で5本塁打を記録と最高のスタートを切った。最終的には156試合に出場して、打率 275.28 本塁打、90打点の成績をマークした。打点は2009年以来6年ぶりに100打点を下回ったが、安定した成績でチームに貢献した。2016年3月11日に第4回 WBC 予選のメキシコ代表に選出され、4大会連続4度目の選出となった。同大会ではメキシコ代表は本戦出場を決めている。シーズンでは昨年と同じ156試合に出場し、昨年と同じ90打点を記録した。一方で4年ぶりに20本塁打を割れるなど、例年より低調な成績だった。オフの11月1日に、侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ代表強化試合のメキシコ代表に選出されたが、出場選手登録はなく、帯同のみの参加となる。12月5日に第4回 WBC 本戦のメキシコ代表に選出された。2017年2月の自主トレ期間中に肘を負傷し、WBC への出場も危ぶまれたが出場した。しかし、大会通算で打率.083と結果を残せず、メキシコの一次ラウンド敗退の要因の一つとなった。シーズンに入ってからも低調で、4月は打率.259。本塁打0に終わった。シーズン前に負傷した肘の状態が芳しくなく、5月5日に自身初めてとなる故障者リスト入りとなった。8月18日に復帰した。8月22日のパイレーツ戦で通算2000本安打を達成した。故障から復帰した後も本来の打棒は影を潜め、トータルでは71試合の出場で、レギュラー定着後初めて規定打席に到達せず、打率.242、3本塁打、30打点はいずれもレギュラー定着後ワーストの成績だった。2017年12月16日にブランドン・マッカーシー、スコット・カズミアー、チャーリー・カルバーソンと共にマット・ケンプとのトレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍し、同日中にDFAとなった。12月18日に自由契約となった。2018年1月18日にニューヨークメッツと1年契約を結んだ。ドジャース時代の契約で2018年の年俸は2240万ドルとなっているが、メッツの負担はメジャー最低年俸の54万5000ドルのみとなり、残りはドジャースとブレーブスが支払うことになる。シーズンでは開幕からレギュラーとして出場していたが、6月11日に解雇となった。左の中距離打者で、外角球にも逆らわず速く鋭い打球が飛ばせる、広角打法が持ち味である。当初は選球眼が良くなくボール球に手を出すことも多いので三振も多かったが2009年は改善し、初めて四球が三振を上回り、出塁率も4割を超えた。一塁の守備には高い評価を与えられている。守備範囲も広く、パドレスではウォーリー・ジョイナー以来の名手である。ありがとうございます。